ヴィンセント・ファン・ゴッホのひまわりシリーズは、1888年頃のアルル滞在時に制作されたものです。パリ時代からゴーギャンとの共同アトリエを望んでいたゴッホが、二人が利用する予定の黄色い家のインテリア絵画として描いたのがひまわりでした。この作品にはゴーギャンを歓迎する気持ちがあふれており、ゴッホの作品の中では非常に珍しい明るい雰囲気となっています。このシリーズの中でひまわりが花瓶に刺された構図の作品は全部で7枚あると言われており、12輪のひまわりを描いたものは2枚で、そのうちの1枚が今回の作品です。この絵は17世紀にオランダで描かれたトローニー画と言われています。トローニーとはオランダ語で頭部の収索を意味し、特定の肖像ではない人物を描いた作品のことで、オランダ黄金時代の絵画やフランドル地方のバロック絵画によく見られます。今回の作品も諸説ありますが、トローニーであるとの説が最も有力と言われています。主要な部分が黄色と青色で配色された補色関係にあることから、特にターバンの青が人々の目を引き、青いターバンの少女、ターバンを巻いた少女とも呼ばれ、フェルメールの代表作の一つとなっています。レンブラントの代表作品の一つ、夜警。この作品はアムステルダムの自警団の昼の光景を描いたものですが、ニスの変色によって黒くなってしまい、夜警というタイトルになったと言われています。レンブラントはよりダイナミックで臨場感のあるシーンを描くために、独特な光の使い方で多くの作品を残しました。夜警では左上から光が差し込んで、中央の人物が浮かび上がっています。こうした光を使って主役を際立たせることで、ドラマティックに表現するのがレンブラントの技法の特徴です。
天に届かんとするその意向、雄大かつ繊細な稜線、富士に魅了された作家は世界にあまたの名峰あれど比類なき唯一無二の魅力があると語ります。雲海からその異様を覗かせ、虹を背景に赤く輝く富士、山頂の雪が優しさを添え、神が宿ると言われる霊峰にふさわしいその姿を、作家は見事な力量で巧みに表現しています。富士の作品以外にも多くの傑作を残す作家ですが、得意とする題材を描いた入魂の一作には圧倒的な存在感が備わります。画家浅見明子が暮らす赤城山の中腹に咲く野の花を単彩画の技法で描いた作品は、近年国内外で多くの人から注目され、高い評価を得ています。作家の作品には必ず自作の詩が添えられ、人生を肯定するメッセージが見る人の心を癒します。梅の花を水彩絵の具やクレヨンなどを用いて丁寧に表現した今回の作品は、可憐な魅力を見事に表現しています。画面全体からは香ばしい香りまでが感じられ、余白の与える余韻も効果的で、実に爽やかな魅力に満ちた浅見明子ならではの秀逸作品と言えるでしょう。日本を代表する名峰富士山、書家として鍛えた墨の技法により優れた水墨画の数々を制作し、長年活躍している鎌野美和は、この山をこよなく愛し富士を描き続けています。それは見る位置や角度によってその風情を変え、四季折々の表情を見せる名峰富士への熱い思いの表れでもあります。外国旅行から飛行機で帰ってきた時などは、雲間から見えるその姿を見ることで日本に帰ってきたことを実感し安心すると言います。今回の作品はこの富士山をモチーフにした数多い作品の中の代表作の一つです。草野綾子の作品は日本の素材を生かし淡い色彩を施した
個性的な木彫作品として注目を集め、国際的に高く評価されています。清楚で曇りのない心を込めた世界が多くの人の心を癒してきました。幼子の未来に戦争や災害が起こらぬよう祈る母親の気持ちが穏やかに表現されている今回の作品も、この作家ならではの優しさにあふれています。母の愛に包まれて安らかに眠る子供と、柔らかに微笑む母親、人間にとって大切なものとは何かを思い出させてくれる、誰もが心のどこかに持っている懐かしさや愛しさを感じる人間味あふれる美しい作品です。洋画家立岩明は、日本における人物画の代表的な作家の一人として知られています。世界各国で取材を重ね、描かれた場所や人物、時代背景を的確に捉えるとともに、長年の経験に裏打ちされた技術による具象表現で印象深く演出する作品の数々は、国内外で注目され高く評価されています。今回の作品は、イスラム文化圏の国に取材したことを回想して描いたもので、民族衣装の二人の女性と背後の男性を見事な構図力で完成させています。醸し出されるエキゾティックな雰囲気は、見る者を魅了し、神秘的なドラマをはらむ傑作となっています。日本の原風景を熟練の繊細な筆致で描く実力画家、谷口良悦。今回の作品は、明治大正時代に財界で活躍した原六郎の生まれ育った、通称千年屋と呼ばれている市指定文化財で、小川に映るかやぶきの家、金系の老木の対比、背景の緑が奏でる市場が美しい傑作です。生涯古い民家の絵を描き続けた向井純吉先生には及ばないが、いずれ崩れ去る江戸時代に建てられたかやぶき民家を絵画で残していきたいと語る作家は、日本を代表する風景画家の一人として、これからも自然に接し、自然をよく観察し、私たちの心にいつまでも残る素晴らしい作品を制作し続けることでしょう。Thank you.
現代アートが多様化、先鋭化する中で、忘れられがちな精神性を取り戻したい。その源泉は、昔ながらの美しい日本の自然の中にあると作家は考えています。霧のかかっている静かな風景を、穏やかな色彩と的確な構図、繊細な筆致で表現した今回の作品は、四季のある美しい国日本の風土とその魅力をしっかり捉えています。近景の湖、木々の緑と奥にそびえる山々の遠近感の構図は特に見事で、ある夏の記憶を優しく描いた、見る人の心を穏やかにする素晴らしい作品となっています。中田千佐代の作品は、童話の世界のような優しくメルヘンチックなタッチが国際的に注目され、高く評価されています。今回の作品は、若い頃ペンフレンドがいた時の気持ちやその雰囲気を表現した爽やかな色彩が際立つ傑作となっています。かつて愛媛県大洲市の中華料理店を長年一人で切り盛りしてきた作家は、高校時代に美術部員だったこともあり、油絵を描くことが楽しみで、忙しい厨房でも中華鍋の中を見て、色がきれい、キャベツが踊って楽しそうと受け止める感性を絵に生かしてきたといいます。現在は店を辞めて絵画制作に集中する毎日、アーティストとしての才能、センスを存分に発揮する活躍に期待が高まります。平賀宗基の作品は、ラフをモチーフに天使や女神を題材としたファンタジーの世界を表現することで、比類のない芸術世界を確立し、最後はハッピーエンドに終わる幸福な物語を表現した作品の数々は、多くの人を魅了し続けています。今回の作品は、阿修羅と大釈天の戦いの原因となった阿修羅王の娘シャチを題材としたもので、幻想的で可憐な神々しい姿を描いたその技量は実に見事で、作家にとっても忘れられない代表作の一つとなっています。
国内外で高い評価を得ている日本画家広末佳代子は、絵画は楽しさのためにあると思います。感動したり、心に幸せや安定感、充実感といったものを感じてもらえる、そんな絵画を描くことができれば本望です。この首里城前の三人の美女は、沖縄に行った際、一番印象に残ったものを描いた代表作の一つです。この作品が多くの方々に喜ばれることを望みます。と語っています。熟練の筆致で描かれた今回の作品は、堂々とした構図と鮮やかな色使いが印象的で、画面に宿る気品と風格が見る人を魅了する素晴らしい作品となっています。洋画家牧野光則は、富士をモチーフに点描技法で個性的な作品を発表し、近年国際的に高く評価されている作家の一人です。点描の芸術家は、後期印象派のシニャックやスーラが元祖とされ、その代表と言われますが、牧野光則はその影響を直接受けることなく、独自に開発した光と色彩の演出で、隷宝の意向、空気感をみずみずしく表現しています。今回の作品は、世界で数多くの受賞に輝いた10号の作品を20号に再現したもので、名峰富士の堂々たる姿を見事に表現し、秋の爽やかな風を感じる詩情豊かで印象深い秀作となっています。神秘的なモチーフで描かれた幻想画で定評のある日本画家宮本和子の作品は、国内外における様々な展覧会で数々の芸術賞を受賞しています。今回の作品深海の物語は、実際に作家が訪れたハワイやシアトル、そして神奈川県相模湾の思い出などが見事に構成され、見る人をファンタジーの世界へと誘ってくれます。作家はこれからも世界中の海や心のときめき、人間のロマンや憧れといったものを独自の幻想絵画で表現し、私たちを豊かな心の世界へと導き、感動を与え続けることでしょう。
自然の素晴らしさをテーマに、野の花を描き続ける日本画家、山内郁子。誰に見られずとも、また、めでられることもなく、風雨にさらされながらも野に咲き誇る花の姿に惹かれると、作家は語ります。今回の作品は、北海道の追分町の子どもたちが苗を植え、北の大地にメキシコ原産のチトニアを咲かせたエピソードに感銘を受け、絵筆を取りました。まるで子どもたちの温かい心が咲いたような愛らしい赤いひまわり。素朴さの中に芯の通った生命力が感じられるこの作品は、唯一無二の魅力を持つ作者の代表作といえる一作です。ヨセフサコは、がんの手術後、残された時間を精一杯生きるため、そして20世紀後半から21世紀初頭を生きた人間として、心からの平和への願いを絵に託したいと考え、制作を続けています。そんな作家の思いが、印象的な色彩と構図による物語性やメッセージ性に富んだ作品となって、見る者に感動を与え、シルクスクリーンの繊細な技法は他の追随を許さぬ素晴らしさで世界各国で評価されています。日本人古来の美意識を背景に、平和への祈りを込めた作品の数々は、混迷する現代社会において大切な作品として人々の記憶に残ることでしょう。